すいません、お願いします、お願いします。あ、そうだ、よいしょ。お前全然喋んねえじゃねえか。いや俺喋る気はなかっただろ。俺はサトルさんの恋姫を見てたよ。あ、オッケーです。何あれ、別にこれクリップ終わった後に別にのじ合いを配信ってのはできるんですか。あ、オッケーです。石丸さん強いね。強い。美容師の店長やりながらこの、そう、美容師の店長やりながらも格ゲー強いってすごいよね。ステップがやばすぎるよな。やばい、ステップが高すぎる。あーっと届かない、投げ、あー読んでる。あー、なるほど、なるほど。さあ、お、探しダストのモーションがね、あれだよね、モーションとかなんかオーラ出てるよね。あー、てか分かりやすくなった、ね、そう、分かりやすくなった。だから結構ガードしやすくなったんじゃないかなとは思う。あー、なるほど、うん、確かにオーラ出たら立って、まあ前もオレンジであれだったけど、まあ分かりやすかったけどね、まあ今回はさらに分かりやすいよね。おー、うまっ、対空ずらしに使うんだ。石丸さん上手ね、ザトやってる感あるわ。なの、あー読んでる、やる、もう一回空中の方、空中しか掴めない。あー、そう、あのオレンジの元老板は空中の相手だけ掴んで地上にいると掴るっていう。へえ、ね、緑の方は空中は掴まないけど地上は掴むんだ。へえ、壁張り付きの時だけ出る。あー、そうなんだ、知らなかった。あー、うまい、石丸店長、マジか、マジか、抜けるんだね、素晴らしい、素晴らしい。喜び一番店長大喜びです、まあそうだね、やるな、まあまだね。なるほど、ああ、うめえんだけど、うまいね。はい、石丸店長に宣伝し、自分の店宣伝してもらいたいところだが。宣伝？そうだ。あ、気づいてないの。いや、何すんの？え、いや、自分の店の宣伝とか。あ、いいの？別に。勝利記念にする。うん。呼んできてもらえ。いいよ。さあ、JT さん対大勝ちやん。まあ、この組み合わせ全く見たことないんで、ちょっとこれは興味がありますね。おー、うまい、独学投げ、独学しないと投げれない。お、え、打てるのまずいですか。多分映らない。あ、ここだったら映らない。声だけ。声だけ。あた、耳の上に。あの、そう。こんな感じ。耳の上につける感じ。あ、そう。あ、もうでも、まあ、直で持ってもらっていいですよ。さっき、はい、小川選手に勝った、美容院の店長こと石丸店長さんに来てもらいました。はい。はい、ちょっとカメラは映んない方が良さそうなんです。恨みこらしてる。まあまあそうです、まあ、ぜひぜひ。この間小田ちゃんに教えてもらって。あ、対策ですか。はい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 、多分こうした方がいいよ。はいはいはい、それを実行したら。なるほど、うん、必ず合っ
戦ガチをやろうよ。あ、そんなやってんすか。めちゃめちゃガチじゃないですか。オガちゃんと毎回10戦ガチとかかなりガチですよ。あの本当に今回こういうのとか、はい、いろいろ携わらせていただいて、あ、やる気というか、熱意を回って、なんか僕も頑張りたいなと。もう走り本当はありがとうございます。いやいいです。全然ありがたいです。めちゃめちゃありがたいです。めっちゃ恥ずかしい。あ、もう少し近づけ、マイク近づけて、はい、すいません、はい、すいません。実は僕のこの髪型も、はい、石丸さんに切ってもらいまして、ありがとうございます。はい、これで等身激突、はい、望まさせていただいたんで、まあ、めっちゃかっこよかった。いやすげー嬉しい。いやもう嬉しくて、はい、いやもう本当に気合入りましたもん。あ、本当ですか。いやもう自分に自信が持てましたよ。ありがとうございます。店の宣伝とかしてもいいですか。いや、まあ、おばあちゃんに勝ってるんで、おばあちゃんに勝ってるっていうことはもう言いた放題なんで、言いた放題なんで、今日は。そうですね、あの、ゲンジやってる人は、本当にすごい僕も大好きなので、あの基本、もう少しだけ持っていいですか。ああ、別にそちらが問題なければ。はい、大丈夫です。あの、ギルティー勢は、25% 期間割りで、ご用意させていただいて、期間割り。ロアキャン割りに行けるようにさせていただいて。マジですか。それはちょっと、サービスしすぎじゃないですか、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でも、おばあちゃんマイク持ってないんで、今のもう一回説明した方がいい。もう一回説明して。はい。大勝ちやん。ありがとうございます。三鷹駅の周辺にあるんですよね。近くに最寄り駅が。7分くらいですね。はい。近いですよね。うん。近い。ありがとうございます。でやってもらえると、はい。キャン割りをね。はい。お店の名前はグリーンヘア。三鷹のグリーンヘア。ありがとうございます。あ。誰ですかこれ。あ、貼ってくれてる人がいる。ありがとうございます。マジか。ありがとうございます。一応、はい、ありがとうございます。貼ってある URL が石丸店長のお店ですね。はい、本当にありがとうございます。でもうなんかギルティーデーの常連の人とかもうすごい数いるんですよね。いや、もう50人くらい。50人この間来た人に数えたな。はいはいはい、すごい。50人はやばいっすね。本当にありがとうございます。いや結構おしゃれな美容室だって結構そのあのゲーマーのオタク気質の人とかって行きづらいと思うけど、絶対そうだと思うんですよね。でもやっぱ石丸店長の店はおしゃれなんですけど、石丸店長のおかげで行きやすいっすわ。ありがとうございます。行きやすいでございます。はい、髪の話っていうのは、はい、10分だけなんで。あ、はいはい、10分は大体ギルギル話ずっとそれです。他の格ゲーマーの方も多分来やすいですよね。この間あのストローゼの方も。あ、マジですか。おお、はい、はい、はい、あ、はいはい、最近ちょっと僕も行ってみようと思ったし、最近あとキャリバーゼの方とか。あ、そうなんですか。格ゲーの方が集まってきてるんで、はいはい、楽しいことしか仕事してない遊んでるだけで、たくさん友達が来てくれてるんで本当に嬉しいです。あのいつでも本当に遊びに来てください。ギルティ以外でも、はい、キャン割りって発動するんですかね。ギルティ以外、格ゲーマーだと発動します。そうです、発動します。発動するそうです。ギルティで引き込むっていう。逆に25% 使ってみますか。絶対、はい、めちゃめちゃかっこよくするんでぜひ遊びに来てください。はい、ありがとうございます。一丸店長でした。はい、ありがとうございます。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 あ、いい、大丈夫。そう、入りやすいんですよね。俺結構おしゃれな美容院とかさ、うん、結構行きづらいタイプなんだ。え、うん、それはもう店長がギルティーズだったらもう余裕でしょ。あ、それはあるね。あ、確かにね、店長ギルティーズだったら入りやすいってのはかなりいいよね。かもね。かなり熱心に髪型どういう風にしたいですかって聞いてきてくれるから。あ、それいいね。うん、もう別に何の写真持ってかなくても大丈夫。こんな感じみたいな。石丸さんが、うん、あ、相談に乗ってくれるから。ああ、そんなに準備していかなくても大丈夫。
っていう感じですね。しかしギルティ強かったな、ね、すごいよね、テントでギルティも強いんだもんね。ね、ジョニオとかなり昔から知り合いで、地元のゲーセンが一緒らしいんじゃないですか。そうなのか。あ、ツイッターまで貼ってる人がいるな。ありがとうございます。はい、お前ソルみたいな髪型にしてもらったらいい。いやいやいや、バカかお前。あの外歩けねえよ、ソルみたいな髪型で。大丈夫大丈夫。そう、店長のツイッターね、はい、ありますんで。いや、これどうすんの、あと1分だけど。いや、多分店員さんが来るんじゃないかな。あ、そうなの。うん、まあまあ、あらに10時に、うん、あれ、そろそろ店員さんに行ってきた方がいいんじゃないですか。来るんすかね。あと1分です。あ、いい試合。いやー、尾形ちゃんの試合をちょっと見てなくてちょっと恐縮なんですけど、この組み合わせ分かる、意味分かんなすぎて分かんない、ね、全然分かんないね、分かんないよね。まあ見てればなんとなく分かるけど、これ抜けるな。あ、抜けない。あー、嘘ついた俺。ジャンピー出したから食らったのかな。その可能性あるね。クラハンチ伸びちゃったのかもね。さあ、今日はね、アインマンがいないんでね、終電間際の店員さんいない？そうしますよ。回してるかな。さあ、多分これちょっと打倒はもうやりづらそうな。サーバントがいると分身出しづらいかもね。ね、サーバントいる状態だとなんかエリーのいいところは出ない感はある。意外に結構かぶせになっちゃってるのかな。空中ぐらい、一振り空中判定なんかあったっけ。下がりかな。下がりじゃない、下がり。さあ、あと消えるか、これで消えない、ね、なるほど、お、よける、いい判断する。家を投げて相手スフィールド、これでインバイテール当たんなくなるのはでかいね。これでかいよな、うん、だから下段切りしなくていいから、ダウン全然取れないよね、インバイテールなかったら、うん、どうすか。あー、つらない、一発するかな。あー、バリアがないぞ。あー、スライディングで安全に削る。あー、怒ってる怒ってる、サーバント怒ってる、サーバント怒ってる。あー、バーストするとこない。バースト、あれ、持った。あ、そう。あ、思った。あ、すいません。じゃあ、ありがとうございます、おばちゃん。じゃあ、どうね、フリップ設定をこれで終わりますんで、はい。どうすんの？いや、まあ、フリップじゃなくなっちゃったし、まあ、さあ、どうでしょう。あれ、これ2ラウンド、これも2ラウンドじゃね。あれ、増えてなくね。増えてないよね、これね。これ増えてないよね。ちょ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 っといいですか。CPU 線、あ、なるほどね。もう少々すみません。何か違うのやっちゃったのかな。もう少々、ね、もう少々お待ちを。数の子呼びに来ました。CPU 線の設定とかあるんですね。俺知らなかったっすわ。そんなんあるんだね。知らなかった。あ、確かになんか、売る方がなんかね、対人が3だけど、CPU だけ2とかなんかあったな。対戦とかそうだったな、確か。そりゃそうだったな。そういうのあるんだね。そうですね、なんかそこそこあるっぽいですね。
はい。なんかパチさんのせいになってるけど。受ける。ジャムはね、よくわからないです。まだ測れないなって感じ。もうちょっと待ってからってとこっすかね。なんか、コンボはある程度はできてきたけど、結局立ち回り何していいかわかんないというか、普通にやるだけで、ちょっとなんか足りてないな感はあるけど、まぁ、今後どうなるかなっていうところっすかね。あ、すいません、ありがとうございます。どうぞ。あれ、小川さんは、あ、トイレか。ジャム俺どんぐらいだろう、 40、50 試合ぐらいじゃないですかね、今日の合わせて。リベンジしてないです。何が設定、あ、まだやってないか分かんないよ。うん、トイレ。うん、お母さんがトイレなのでもう少々お待ちよ。いや、あの天狗分からせたいんですけどね。まあ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 、まあ、最近あれなんですよね、アクセルとシーンが面白くて、結構アクセルとシーンばっかやってる。お母さん来ました。これで治ってなかったら面白いんですよね。多分この組み合わせの課題はヒップ側が捕まらないようにすること。そう、こうやって上手をうまく逃げてやり過ごして、で触ったらそのまま殺すことで、逆に雑踏側はうまくこうなった時に、そう、こういうことをして、なんか俺に喋ってろって渡されたんだけど、いやちょっとゲーセンで対戦するともうお財布が大変なことになりますね。マジャボーのジャムに1回だけ勝ちましたね。ミリアにボコられた。さっきの試合やってたらミリアにボコられて一生なんか弾重ねられる置き攻めにもうイライラしながらやってて、それでお金もなくなっていくし、ちょっとミリア戦はちょっとエイタに勝つためにも家で練習しないとダメだな。あ、マチャボーあの後負けなしだったんだ。え、ということはあれ、マチャボーのミリアに、あ、マチャボーのジャムに勝ったの俺だけ、今日俺だけもしかして。え、
小川に数の子が乱入するらしい。マチャボーとかを何戦かやって配信終了って感じですかね。本当はフリープレイ中にその対戦をやる予定だったんだけど、ちょっと時間オーバーしちゃったんで、ジョニーでやるのかな。まあジョニーだろうな。違いすぎるよ、もう俺なんか入れねえよこんなの。小川佐藤21段か。俺10段チャレンジとかやってるののこの倍かよ。倍以上じゃないか、21段とかって。俺今7段だから3倍弾だ。3倍弾いやちょくちょくここでやるんで遊びに来てください、ぜひぜひ。あ、近いのね。1時間10分ぐらい、結構遠くない？なるほど。あ、試す。あ、はずの怖いで試すらしいぞ。この補助にもう18台になってる。あれ、読み合いに全くついていけない。カード勢は23段、すごいな。何段まであるんだろう。もう数の子はソルやんないのかな。
前回の放送では数の子がマチャボーに勝ち越したっていうか負けてないのか、なんかそれですげえドヤってたよね。3-1か。さあ今回は小川に対して数の子カメラ芸ができるのか。うめえな。まともにやったのがイルザードからなんだけど、ジョニーがよくわからないんだけど、コインがなくなるとダメなのかな。コインは一体何なんだこれ。あ、レベルを上げるための技。あ、本当はレベルって書いてある。コインを当てると技が強化される、ジョニーコインが無限だったら最強キャラ。わあ。2枚使わせれば。はいはいはい。はいはいはい、レベル1だとやっぱただの勝つなんで、レベル3はもっと強い。はいはいはい。レベル2はどんなもんなの。基本強い。レベル2が基本強い。レベル1は全部の時だけど2から強い。なるほど。チェックプラグってあるので昔はもう1回決まっていたらゲーム中用なんです。僕らグラフトでゲージがなかったんでちょっと。なるほど。でもそれを通した方が悪い。このザック王も JT さんですよね、これ。ザック王も新キャラで出てきたけど、さっき対戦したけど全然分かんなかったの。マジャボ対戦しないの。やったらいいのかなと思って。あ、数の子にタイミングを聞いて、いつでも。はい。確かに小川と俺が並んで映ってるのなんてめったにないようだ。初めてクラスだよ。まあ、そろそろマチャボーが乱入するらしいんで、この爆弾は何なんだこれ。飛び道具が封印される。
の爆弾を置いてる間飛び道具が撃てないの。飛び道具無敵。あれの間どうなってるんだ。あれの間何か取り憑かれてるみたいな感じなの。弱くなっちゃってるのかな。あれが取り付いてる間飛び道具が打てないの。あれが取り付いてるときは攻撃してくるのか。たまに